こんにちは。科学のお姉さん五十嵐美希です。アナヒコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどんな実験をするのかな。今日はね、ちょっと暑くなってきたかな。確かに暑いね。そうなので、うん、涼しげな科学マジックを披露したいと思います。わかった、糸電話だ。違います。じゃあ違うのね。そう、ちょっと楽しみにしてますよ。ちょっとヒントなので、はい、じゃあ楽しみに一緒にやってみましょう。それではレッツサイエンス。種も仕掛けもない紙コップがあります。紙コップの中に白い粉を少しだけ入れます。これにお水を注ぎます。そしてこれをシェイクすると、振り終わりました。これを開けると、なんと雪みたいになっちゃいました。先生、はい、これはどうやったらこうなったの。それはね、最初に入れた白い粉は吸水ポリマーといいます。これが水を吸い込んで大きくなり、雪のようになりましたということなんです。なるほど。いや、夏なのに雪みたいに遊べるんだね。そうなんですよ、涼しげでしょ。いや、ほんと涼しげでなんか良かったです、でしょ。はい、だからね、今日はもうたくさんできたから。いや、ほんと雪みたい、こんな感じで、うん、雪遊びできちゃうね。雪遊び、いや、そんな雪遊び見たことないけどいや、先生もストップも楽しそうだね。これはね、涼しい気持ちになるね。いや、でも本当に涼しい気持ちになりました。今日楽しかったね、はい、ありがとうございます。それじゃあまたね、バイバイ。バイバイこの動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと、先生に質問ややってほしい実験があったら、ぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。